皆さんは安心安全で品質が良い地元の名産としてカニ育ちというものがあるのをご存知ですか。化学肥料や農薬を基準よりも少なく使用し、消費者に信頼されるようにしっかりと生産管理された農作物や加工品に与えられるカニ育ちの認定。この番組ではそんなカニ育ちの商品を取り扱っている方々と触れ合って、その魅力を紹介していきますよ。さあ、美味しい嬉しいカニ育ち、今日もですね、美味しくカニ育ちをいただいていきます。今日もですね、この辺りでカニ育ちを栽培していると聞いてやってきてるんですけどね。あれはネギですかね。たくさん栽培しているようですね。お、あれあれ、すみません、はい、岸川さんでしょうか。はい、そうです。岸川さん、はい、こちらでは何かカニ育ちを育ててらっしゃるということでやってきたんですけども、はいはい、一体何を育ててるんでしょうか。そうですね、こちらは青ネギの方を、栽培しております。カニ育ちの青ネギなんですね、はい、こちら青ネギはどんな特徴がありますか。そうですね、普通のネギと比べて、柔らかい品質ですね。京都の九条ネギと遜色ないような作りをしております。味はいかがですか。甘いですね。甘いんですか、これはどうやっていただくことが多いんですか、こちらのネギは。そうですね、加工用として栽培してますので、まあ、刻みネギないし、あとは薬味の方で使っていただいていると思います。やっぱりこう薬味として入れても、やっぱりより一層食材を引き立たせるみたいな。そうですね、やはり薬味の役割の一つとして、食材をさらに際立たせる特性をしっかりと持っていると思います。なるほど。青ネギを育てるのにこう苦労されているところとかってありますか。植物なので病気が出たり、虫がついてしまったりと、病害虫の方ですね、そちらの方を気をつけて、栽培はしています。土作りもかなりこう大変なんですか。そうですね、栽培というか定植をする2ヶ月前から、準備をしだして、振動破砕を行います。振動破砕。振動破砕です。振動破砕、はい、それどんな作業なんですか。普段畑っていうのは20センチぐらいしか土を使ってないんです。その振動破砕というのは30センチ以降の土を一度上に上げるっていうことで、水はけを良くして地中を活性化させるという作業です。結構深く掘るわけで、それを一回やっておくことでネギの育ち方とか味にもやっぱり影響があるんですね。そうですね、やはり根張りも良くなりますので、普通に栽培するよりは丈夫なネギができますので。美味しいネギを育てるのにいろんな工夫がなされてるんですね。そうですね、毎年試行錯誤してますね。石川農場さんではこの青ネギ以外にもどんなものを育てていらっしゃるんですか。そうですね、カニ育ちですと春の七草と、あと生姜の方を栽培させていただいて、で加工品の方では川辺の白泉酒造さんと提携して花コンという芋焼酎を作っております。かなり幅広いですね。でもそのいろいろある商品を通じて、まあ、消費者の皆さんにこう感じてほしいことっていうのは何かありますでしょうか。そうですね、やはり農業従事者が一生懸命栽培して、食卓の方に並ぶ野菜を作っていますので、野菜についての知識をもうちょっと深いところまで知っていただけると農家としては助かります。より消費者の皆さんにも野菜の美味しさとか育ち方っていうのを知ってもらうことで、まあ、野菜に対するなんかね、気持ちっていうのも深まりますもんね。そうですね、野菜に対する愛情っていうのが育まれると、僕としても嬉しいです。僕もですね、その愛情を深めたいと思うので、ちょっと一度この青ネギの収穫お手伝いさせていただいてもいいでしょうか。ダメです。ダメです。冗談です。いや本当です。じゃあやらせてください。はい、お願いします。ありがとうございます。さあ、釜をお借りして収穫作業スタートです。石川さん、どうやってまずやっていったらいいんでしょう。これはそうですね、はい、加工用なので、普通に掘るんではなく、もう買ってしまいます。で、ノコギリ釜が必要になってくるんです。抜くんじゃなくても狩るってことですね。狩る。お、早い早い。おお、すごいスピード感ありますね。これいいですね。はい、そうです。すごい気持ちがいい。でしかもこう狩った瞬間にネギのこの青い香りがして、これなんかそのままかじりたくなるぐらいのいい香りがしますね。よし、じゃあもっと頑張ろう。
カニ育ちを皆さんのところに、美味しいカニ育ちを届けるためにミツルは頑張ります。よいしょ。さあ収穫しました。立派なネギ、美味しそうじゃありませんか。石川さん、はい、僕はですねこのカニ育ちを美味しく味わうという使命を持ってやってきてるんですけども、はい、この青ネギ美味しくいただく方法ってどんな風でしょうか。まあ、この時期ですからね、やはり焼きネギが一番美味しくいただけます。焼きネギですか、そのまま味わうということですね。よし、やってみましょうか。さあ、石川農場さんの青ネギ、こちらをフライパンでじっくりじっくり焦げ目がつくまで焼いてポン酢で浸してみました。すごくシンプルな料理です。上に刻んだ青ネギも振ってみました。さあどうでしょうか。いただきます。うん、美味しい。ネギのこのシャキシャキとした食感でね、こうじっくり火を通すことでね、甘みがネギから出てますね。うん、ポン酢でいただくからよりさっぱりといただける。これね、たくさん食べられますよ。うん、これ美味しい。カニ育ちの青ネギ、とっても美味しかったです。今回もごちそうさまでした。さあ今回のカニ育ちは石川農場の青ネギをご紹介いたしました。皆さんの住んでいる地域にはこうして地産地消を推進する方々がいて、そしてこんなにも美味しいカニ育ちがあるんですね。皆さんもぜひカニ育ち見かけたら手に取ってみてくださいね。次回はどんなカニ育ちに巡り合うのでしょうか。お楽しみに。